すみません。この上の方が、あ、これで大丈夫ですね。はい、すみません。これで、これで大丈夫です。おはようございます。おはようございます。はい、これで OK ですね。はい。すみませんでした。ちょっといろいろ手順がありまして、複雑な手順があります。はい、それでは出かけましょう。はい、行きましょこれで出かけられますね。OK。あ、延長忘れてましたね。延長忘れてました。はい。最近延長忘れないんですけど。今延長忘れそうになりました。7月17日、海の日、月曜日。日ごと死を恐れることに心を燃やすがいい。箴言23:17。But always honor the Lord. But always honor the Lord. 日ごと死を恐れることに心を燃やすがよい。これはですね、ちょっと一部なんですね。あ、にゃこさん、おはようございます。この箴言23:12、あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていいよ、という神官訳もありますね。つまり、多くの人はですね、罪人を妬む、ね。まあ、クリスチャン的に言えば、未信者を妬むということでしょうか。未信者を妬んではいけない。ね、この世の人たちを妬んではいけない。いつも、ね、死を恐れなさいという。あ、雨降ってきましたね。あらら、どうしましょう。雨が止んだか。ちょっと雨だと思ったんですけど。通り雨みたいな感じで大丈夫かな。大丈夫でしょう。大丈夫ですね。はい。今日はですね、海の日で祝日ですね。祝日ですから、ちょっと人も車も少ないです。人も車も少なくてですね。まあ、外配信しやすいですね。そうですね。今日海の日ということで、まあ、その本格的な夏シーズンということでしょう。海開きをするんでしょうかね。カクカクですから。ああ、すみません。カクカク。ちょっとその理由がわかんないですね。すみません。カクカクということで。ちょっとカクカクでしょうかね。音が小さい。すいません。 YouTube のはちょっとですね、主は、罪人ですら愛してくださいます。アメン。主は罪人ですら愛してくださいます。その通りですね。はい。同時配信のせいでカクカク。そうですか。そうですね。音
音は大丈夫。あいせつこさん、ありがとうございます。音は大丈夫ということで。それではですね、そうですね。今日はですね、予約はしてないんですが、予約してないんですけども、だいたい3時半過ぎですね、4時前、4時前って言ったらいいでしょうかね。4時前に、一応プロライフ、マーチフォアジーザスですね。マーチフォアジーザスをする予定です。これは日中そうですね。ラドインプさん、おはようございます。日本を滅ぼした方がいいですか？とんでもありません。ラドさん、ね、日本を救いましょう。日本を救うんです。ね。私たちは破壊者になってはいけません。私たちはですね、イエス様と一緒に、イエス様と一緒に人を救わなければなりません。破壊者になってはいけないんですね。今日はマーチフォアライフ。マーチフォアライフと言いましてですね、命のためのマーチ。命のためのマーチ。中絶反対のですね、マーチを4時からします。午後4時ですね。で、4時前にですね、4時前に多分放送始められると思います。ちょっと何分前かちょっと分かりません。10分か20分ぐらい前、3時40分か50分ぐらいですね、放送始められると思うんですが、ぜひ一緒にですね、一緒に中絶反対の、放送によってですね、中絶反対を世の中にアピールしようではありませんか。これはですね、中絶した女性を責めることではなくて、むしろかえって男性にですね、男性に責任があります。で、男性にですね、無責任な、不倫行の結果、その殺人を犯してしまうんだよ。命というのはすごく尊いのに、その命を奪うという結果になるんだよ。にゃおこさん、意外と見えないですね、これですね。どんな罪人であっても、どんな罪人であっても、ごめんなさいね。ちょっとね、私のスマホ見にくいんですね。神様はね、罪人であっても、太陽を昇らせ、雨を降らしてくださいます。アメン。神様はですね、罪人に対しても寛容です。愛しています。それが大事なポイントですね。私たちは、この世にあって、この世の人たちの、例えば、幸せそうな雰囲気ね。幸せそうな雰囲気を妬んではいけない。ラッドさん、ね。
多くの人が幸せそうにしています。幸せそうに見せかけているんですね。でも本当は幸せじゃないんですね。幸せそうに見えるけれども幸せではありません。ですから妬んではいけない、罪人を妬んではいけないということですね。本当の幸せはですね、この世的なことではないんです。本当の幸せは神様にあって神と共に生きること、神と共に生きること、イエス様と共に生きること、イエス様と共に生きることが本当の幸せなんだということですね。そのことを多くの人は知る必要があります。ごめんなさい、今日のマチュアジーザスはですね、YouTube はちょっとしないで、ニコ生だけになります。ニコ生だけでやる予定です。ごめんなさいね。はい。まあ、理由はですね、ずっと立ちっぱなしで、放送しますので、ちょっとですね、軽くする必要があるということですね。はい、今日はですね、祝日なので、まあ、駅前は非常に静か。車も少なくてですね、非常に、まあ、放送しやすいですね。なんて書いてあるかな、ちょっと読めない。すみません、ちょっと駅前の何屋、松屋ですか。まだありますよ。駅前の松屋、まだあります。はい。それではですね、まあ、今日の放送、そうですね。今日の放送。まあ、あれですね。私たちはですね、まあ、この世の見栄といったらですね、なんかちょっとカクカクしてますね。ちょっと、あれ、この世の見栄と言ったらいいでしょうか。この世の、まあ、あり方に対して妬んではいけない。妬んではいけない。ね。この世のあり方に対して私たちはですね、妬む必要がない。私たちは、まあ、ある意味では、この世の誘惑の中で生きています。この世の誘惑の中で生きていますけれども、その家に対して私たちが誘惑されないで、集会はですね、一応4時前ですね。ちょっと4時、何分前かちょっとわからないんですけど、カクカクしてる。ごめんなさいね。やっぱり電波がちょっと弱いんでしょうかね。すいません。ちょっと、カクカクしてるということで申し訳ありません。
温調です。どんな罪とでもであっても太陽を昇らせ雨を降らせてください。そうですね。アジサイもですね、ちょっと古くなるというか、アジサイもちょっと枯れてきましたね。アジサイも枯れてきました。はい。はい、ちょっと。所定の場所に来ました。そういうわけで私たちはですね、この世の中でどうやって生きるべきなのか、多くの人はですね、妬みの生活をしています。モーセの十回のですね、モーセの十回の最後の命令がですね、まあ、他人の隣人のものを欲しがってはいけない。隣人のものを欲しがってはいけないという、そういう、まあ、命令があります。私たちは、この人が幸せだと、妬んでしまいますけど、あなたの恵みは十分だと書いてあります。あなたの恵みは十分。それはどういうことかというとですね、神様は一人一人を祝福しているんだということですね。一人一人を祝福している。ですから、私たちは人の祝福を妬むのではなく、人の祝福を妬むのではなく、まあ、喜んであげる。ね、祝福して、人の祝福をですね、喜んであげる。祈ってあげる。で、そういうことが大事です。ぜひ、皆さん、私たちは、人のものを、ね、欲しがったり、この世的より天国的がいいですね。そして私たちはですね、本当の幸せはこの世にあるのではない。本当の幸せは神の国、天国にあるということで、私たちは、むしろこの世が持っていないものを持っている。この世は滅びるけれど、この世は滅びるけど、私たちは永遠の御国に、永遠の御国を受け継ぐことができる。そういうことの中で、皆さん、私たちは永遠の命という一番素晴らしいものを持っています。永遠の命というものを持っていますから。ですから、皆さん、喜びましょう。ね、永遠の命を、永遠の命を持っています。私たちの恵みは十分です。私たちは、この世で成功するのではありません。この星を見て天国に行けるセオリーを発見できました。アメン。私たちはこの世で成功するためにあるのではなく、神の国に行くという永遠の命を受け取るという本当の人間の目的、人間の本当の生きる目的を知ったんです。そしてイエス様との関係の中で、
私たちは神様に祝福されている人生。雨が降ってきました。また雨が降ってきたでしょうかね。ちょっと天気が不安定で、ね、ちょっと雨が降ってきましたけど、昨日の礼拝、ね、昨日の礼拝は、礼拝とは何かということで、私たちはイエス・キリストを礼拝することこそ生きる目的なんだということですね。多くの人は偶像崇拝しています。多くの人は偶像崇拝して正しい生き方をしていません。アキラさん、犯罪によって妊娠した場合でも中絶するべきではないと言えますか。女性の側から見れば産みたくない子供だと思うのです。確かにその通りですね。レイプされて、妊娠してしまった場合、普通はですね、もう中絶するわけですね。でも私たちはですね、そういう場合でも、中絶するべきではないと。なぜ、レイプされて妊娠した子供をですね、中絶してはいけないかというと、その神様は、そのお腹の中の子供を愛している。神様はそのお腹の中の子供を愛していて、その犯人の子供ではあるかもしれないけど、本人の子供でもあるわけですね。本人の子供でもあります。そしてその犯人とその子供とは別人なわけですね。犯人と子供とは別人なんです。その赤ちゃんには何の責任もないんです。その赤ちゃんは何も悪いことしていないわけです。だから、犯人が憎いからといって、犯人が憎いからといって、その子供を殺していいということではありません。その自分の、その子供が生きているということが自分のですね、そのリープされたことを思い出して苦しい、その子の存在が自分のリープされたということを思い起こしてですね、苦しいということは確かにあるかもしれません。でも自分が苦しいからといってその子供を殺していいということではないんです。正しい考え方はですね、その赤ちゃんをやはり殺してはいけないということ。レイプよりも殺人の方が罪が大きいんですよ。そう思いませんか？レイプと殺人、どっちが罪が重いですか？レイプと殺人、どっちが罪が重いですか？ちょっと皆さん、答えてください。天国大学テスト。レイプと殺人、どっちが罪が重いですか？どっちが罪が重いですか？はい、殺人の方が罪が重いですよね。殺人の方が罪が重いです。ですから、私たちは神の目線でですね、ゆうさんどちらも同じだと思います。犯人とは別人では、ちょっと読めなくてごめんなさい。あるでしょう。別人ではあるでしょう。でも、考えたくないです。
が、犯人の顔がちらつきてしまう。その子を産んだ後に殺害する可能性が高いかもしれません。犯罪被害によって妊娠ならば中絶はやめないと思います。ですね、レイプというね、レイプというとんでもない、罪を、被害に遭うわけですけど、しかし、だからといって、今度は殺人という罪を犯して、殺人という罪を、レイプよりも大きな罪を犯していいのでしょうか。聖書的に言うとですね、やはり、人を殺してはいけないんですね。人を殺してはいけない。では、どうしたらいいかというと、その犯人を許しなさいということですね。犯人を許す。許さないから、犯人を許さないからこそ、殺人が生まれる。犯人を許さないから殺人が生まれる。ですから、私たちは、悪いことされるから悪いことしていいわけではないんだということですね。悪いことされても、私たちは正しいことをする。ちょっと昨日のですね、礼拝の感想を聞いてみましょう。昨日の礼拝のメッセージを聞いてこう思わされた。こういうふうに学んだという、ね、礼拝メッセージ感想タイムスタート。恋愛メッセージ感想タイムスタート。はい、あまりコメントがない。コメントがない。キューちゃんがトラさんに見えてきた。インド伝道ですか？インド伝道は今のところ予定はないですね。イエス様への賛美は油注ぎがあると思います。節子さん、アメン。礼拝を見ていただけでアトピーが治ってきました。アメン。アメン。LTL に行って洗礼を受けたいです。アメン。それではですね、続けて明かしタイム行きましょう。ね、イエス様を信じて、ね、人を妬まなくなってきた証。イエス様を信じて、人の幸せを喜べるようになってきた証。イエス様を信じて、自分の恵みは十分だということが分かってきた証。キューちゃんがとても元気にメッセージして嬉しかった。イエス様を信じて、中絶は、殺人になってしまうんだということが分かった証。スタート。
この放送で驚きました。信仰を持ってずっとイエス様の声が見事で聞こえます。アメン。アメン。この嘘のおかげで仕事を辞めることができました。この嘘のおかげで通り魔にならずに済んでます。ありがとう。アメン。高橋さん、オファーです。レイプによって妊娠した場合でも、カトリックでは妊娠中絶は許されないです。そういう考え方もあるんだなと実感した。他人のこともイエス様に祈れるようになった節子さん、アーメン。貧しいから謙虚になれた。貧乏でよかった、アーメン。そういう考え方は私も思いますよ。貧しいということは、謙虚になれるということでもあるんです。貧しいものは幸いですとありますね。貧しいものは幸いですと御言葉がありますよ。僕は無職でも大丈夫なんだ。ニートであることに誇りを感じました。ニートであることに誇りを感じました。クリスチャンになる決意をした。アメン。クリスチャンになる決意をした。毎日放送を見て天国ビザを手に入れたい。アメン。イエス様を信じるだけで天国ビザもらえますね。イエス様を信じるだけで天国ビザもらえますよ。毎日放送を見るということは、何て言ったらいいでしょうかね。天に宝を蓄えるということでですね。天に宝を蓄えるということ。毎朝毎晩、賛美しながら放送を見ています。毎朝毎晩、賛美しながら放送を見ています。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、最大のメッセージに行きましょうね。イエス様を信じてみたら、アトピーが治ってきました。アメン。アメン。中学生がレイプで妊娠しても、手術はダメなんですか？そうですね、レイプでも、ここにトラウマができますが、中絶することによって、また中絶をしたというトラウマができます。ですから、その中絶というのはですね、やはり、罪を犯すことになって、
罪を犯すことになって、それは結局は、悪霊が入ってくるんですね。罪を犯すと悪霊が入ります。だから中絶することによって悪霊が入って、むしろ心がですね、苦しん病んできます。自分を責めて、自分を責めたりして、病んできます。ですから、その中絶することによっていろんな問題が起きてきます。乳がんってありますね。乳がんもですね、中絶によって乳がんになる可能性が増えるというデータがあります。まあ、そこのとこは明確なとこではないですけど、プロライフの中では中絶によって乳がんになる可能性が増えるというのがあります。これはですね、これは、その胎児、3ヶ月の胎児の足ですね、足。こういうふうにもう、3ヶ月でもですね、もうちゃんとした人間なんですね。ちゃんとした人間なんです。ですから、その、ちゃんとした人間を殺してはいけない。皆さんは、その中絶が、どういうふうに行われるか知らないと思うんですが、今日ちょっと4時から言おうと思ったことなんですけど、まあその今の中絶は走破という手術なんですけど、胎児の頭をですね、器具で潰して、そして、その、なんて言うんでしょうかね、器具で胎児をですね、こう、なんて言うんですかね、引っかき出すみたいな、そういうやり方をするんです。はじめはですね、胎児がですね、嫌がって逃げるんですね。胎児がですね、暴れるんです。そういう映像があります。中絶っていうのは虐殺なんですね。中絶っていうのは、それこそ虐殺なんです。ぜひ、分かってほしいんです。一日およそ、日本だけで、1000人ぐらいの子供が、殺されています。ですから、本当に、虐殺なんですね。本当に虐殺なんです。まあ、世界中からすれば、世界中からすればもっと一日数えきれない数の赤ちゃんが中絶されていることになります。まあ、密室の殺人と言ったらいいでしょう。密室の殺人と言えます。そしてそれは産婦人科のですね、ドル箱になっています。まあ、ドル箱っていうのはですね、その、儲ける手段。つまりですね、命がお金によって、その、取り扱われているということですね。その
私もですね、9人子供がいるんですけど、何人目だったかな、5人目か6人目ぐらいの時に、3人目か4人目かな、手術しますかって言われたことがあります。で、私は怒りました。とんでもありました。その一人の命は尊いのです。自分の子供なんです。中絶しません、中絶しませんと怒りました。自分の子供をですね、殺しましょうかって言われたんですよ。中絶しますかとね、もう4人目か5人目だから多いでしょ、中絶しますかって言われたんで、私は怒ってですね、私の子供なんです、私の子供を、まあ、医者にですね、私の子供を殺すんですかとは言わなかったですけど、まあ、気持ち的にはそういう気持ちね、私の子供を殺すんですか、世の中は平気で手術をしますけど、皆さんも胎児の時があったんですよ。私もそうですが、皆さんも胎児の時があったんです。ですから、小さいからといって人間ではないんです。小さくても人間は人間なんです。むしろ小さいからこそ大事にしなきゃいけない。小さいからこそ大事にする必要があるんです。皆さん、私たちはそういう神の目線でその人を見なければならない、赤ちゃんを見なければならないということですね。結局ですね、今幼児虐待とかいじめとかあります。幼児虐待、いじめ、パワハラ、性犯罪、ヘイトスピーチ、結局ですね、命に対する見方、人間の命に対する見方、そこにですね、大きな問題があるんです。神様を認めないということはですね、神様を認めないということは、神様に似た人間も認めないということなんです。神を否定するということが罪ですが、その神を、まあ、拒絶することによって、結局は人間を拒絶することになってしまうんです。多くの人はですね、イエス様を拒絶して、結果的に人間を拒絶しているんです。憎むとかですね、恨むというのは結局人間を拒絶していることになるんですね。またいじめとかパワハラとか中絶、幼児虐待、それも結局人間を拒絶していることになるんです。罪の問題はそこにあるんです。皆さん、中絶問題を通して、中絶問題を通して、罪という問題が浮き彫りになり、神様は中絶問題を通して、中絶問題を通して人間の罪を指摘しているのではないでしょうか。すべての人が罪人でした。罪人です。ですから私たちは、その自分の罪を悔い改めて、私も人をないがしろにしていたんだ、私も人を拒絶していたんだということの中で、悔い改めて、神を愛し、人を愛する生き方に変わろうではないでしょうか。神を愛し、人を愛する生き方、それこそ、綺麗な花がありましたね。綺麗な花。
ハイビスカス。花屋さん。花屋さんですね。それではですね、招きをしましょう、ね。私たちは神を愛し人を愛する。神を愛し人を愛する。世の中は神を拒絶し人を拒絶しています。多くの人は神を拒絶しイエス様を拒絶し人間を拒絶しています。しかし私たちは神を愛し人を愛しましょう。神を愛し、人を愛しましょう。今日の放送を見て、そうか。中絶というのは、まさに人間を拒絶している。神を拒絶していることなんだ。中絶というのは、神を拒絶し、人間を拒絶していることなんだ。悔い改めて、悔い改めて、これからは、イエス様を信じて、イエス様を、受け入れ、人間を受け入れるような生き方をしようと、そのように思う方、アメンと言ってください。そのように決心する方、アメン。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 中絶絶対ダメだと分かった。中絶絶対ダメだと分かった。ゆうさん、にょうこさん、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。今日の放送、感謝します。私たちは、あなたによって作られ、あなたによって生まれてきました。しかし、サタンは人間を憎んでます。サタンは人間を憎んでます。しかし、イエス様は、すべての人を愛しています。すべての人を愛しています。どうぞ多くの人が悔い改めて、イエス様を受け入れ、人間を受け入れるような生き方に変わりますよ。人の命がどれほど尊いか、赤ちゃんの命がどれほど尊いか、それは、罪が許されて、罪が許されて初めてわかることです。どうぞイエス様、多くの人が、多くの人が、イエス様を信じて、命を尊ぶものとなりますよ。多く、日本中、世界中の中絶が減っていきますよ。日本中、世界中の中絶が減っていきますよ。イエス様、多くの人、あなたを受け入れ、人間を愛せるようになりますよ。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。はい、ありがとうございました。じゃあ、皆さん、3時半から4時の間ですね。3時半から4時の間、お会いしましょう。シャローム。シャローム。シャローム。